川場の清水咲です。夏焼きみやびです。徳永ちなみです。今回は渋谷109パート1のラバップさんでショップ店員体験をしちゃいます。頑張ります。
分前です。5分押しとかしないもんね。押しとかないよね。ライブみたいに。すごいですね、この組み合わせ。はい、今あのカラフルなのが流行ってて。お姉さん、これは結局こんなんですよ。え、お姉さん、何これ。こちらのいろんな種類もありまして、こちらです。何この人。はい、今お安くなっております。はい、2級ですよ。やっぱね、学生の皆さんはね、まあ、2級って言いますけど、3000円近いですね。いやいやいや、2級です。お手軽なお値段で、こっちも接客大丈夫なんで。あ、本当ですか。じゃあ何かありましたら。何あの人、何かありましたら。今必要なものがありまして。これ私履いてる。嬉しいです。これ何本使ってるんですか。120何本。ねえ、120何本ってこれだな。昨日も寒くなっていて、やっぱり羽織物がすごく売れています。今羽織で一番売れてるのがポンチなんですけど、そういう羽織物をしっかりおすすめして、プラス小物とかもたくさんあるので、お客様にこちらもセットでおすすめをしてやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、どうぞご覧ください。
それぞれの良かったところとダメだったところと、まあ、総合的に何点かっていうのは100点満点ですか。はい、一番こう販売員さんっぽい感じで、あの立ってる姿がこう綺麗だったなと思います。ありがとうございます。途中もこう販売の仕方とかをこうやってますって言って真剣に聞いてくれてたので、はい、前向きな姿勢が見られました。ありがとうございます。こちらキャプテンの清水さんから良かったところは今日営業してのこう例えば洋服が乱れたりとかボタン外れてるものとか全部丁寧に 畳み直してくれたりとか商品を見てっていうのもしっかり やってくれてたのかなと思いました。覚えようとしていたのかな。すごい、これは素晴らしかったなと思います。ありがとうございます。では、はい、はい、一番声出しも多くしてくれて一番前でお客様を捕まえようというか、お客様を接客しようっていう前向きな姿勢がすごい元気よくて良かったなと思いました。さあということでラマップさんで今日はトップ店員さんの体験をさせていただきましたが、はい、実際にやってみて、ね、どうでしたか。いや、あのショップ店員さんに掃除とか入れないで、うん、お客さんの接待っていうんですか、うん、をやったのは1時間くらいだったんですけど、もう1時間で超疲れました。うん、足とかもパンパン、むくみが半端ない。ちょっと途中疲れちゃって、あの洋服にの隠れてちょっと足とかこうやって問題なくてこうやってやったんです。腰とかもなんかずっと立って歩き回って、うん、なんか止まっていけないみたいで、うんうん、できればこう歩き回って、うん、なんか洋服を直したりとかいう風にずっと気を使ってるみたいだったのですごい大変だなって思いました。ね、うん、なんかまあ1日しか体験はできないんですけど、うん、本当になんかショップ店員さん楽しいなと思います。ちょっとやってみたくなった、うん、本当にやってみたくなった、ね、そう本当にやりたい。もっとこうやってこれがなんかもっとこうすごい紹介して本当に買ってくれたりとかしたら本当すごい嬉しいなって思ったので、うん、ね、こういう体験ができてよかったです。はい、はい、ね、そうですね、あの私もそうですね、あの最後の方であの家族でいらした、うん、あのお客さんがいたんですけど、うん、なんか結果的に買っていただけたみたいなので、すごい商品をそれを聞いた時はよっしゃーって思いましたね。うん、なんか、うん、そうですね、誰よりもお客さんをお店の中に呼び込もうと思って声超出してたんですけど、うん、やっぱ周りのなんか周りに歩いてる子とか、うん、人なんかそう気にしないといけないなと思って、うん、なんか自然と体が動いて、うん、なんかあのエスカレーターの方に行ってちょっと覗いてみたりとかそしてこっちに呼ぼうと思って手でこうやってやってみるとか、そうなんかちょっとしたことがなんかちょっと来てくれるきっかけになるのかなって思って、なんか喋ってくださいよどんどんちょっと聞いてくれててさ、なんかいや、お客さんの接客は初めてだったからなんかあこういう風にするんだなとか、でもなんか普通さ洋服だけじゃなくってなんか今日はお母さんと来たんですかとか、ね、そういうところから入ればいいんだなとかいうのもすごい勉強になったし、うん、なんかすごい今日はね貴重な体験をさせていただけたなと思いました。ね、短い時間でしたけどすごい楽しかったです。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで以上ビーズ工房の清水咲と夏江君雅と徳永千奈美でした。バイバーイ。バイバーイ。